ベログラト地区は、ブルガリア北西部の町、及び、それを中心とした基礎自治体、ビディン州に属する。ベログラト地区は、小さな白い町を意味し、バルカン山脈のふもとの丘陵地帯にあり、セルビア国境のすぐ東、ドナウ川から5 0トル程度のところに位置している。町は、不思議な形をした祈願、ベログラト地区岩で知られる。岩は、 範囲90平方キロメートルにわたって広がり、最も高いところで200メートルほどの高さを持っている。町は、紀元と中世のベログラト地区要塞で知られ、観光旅行先となっている。ベログラト地区基礎自治体には、その中心であるボイニツァをはじめ、以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。